ごとんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオとやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストを、マルチでやっていきます。3が結構あるんだよね。シタデルもあるし、こっちもあるんだよね。まあ、とりあえず2つ3つ行ってみましょう。ではまずは地下寺院からだね。ペットが3、ダメージが 50% 増加して輝きを持ってるか。まあまあ楽勝でしょう。4人いるしね難易度は上がるけど、まあ助け合いながらやっていきます。全部取るぞ。お、クリアーみたいだね。オッケーオッケー。一応全部取りました。脅威3だね。で、残りも3つ OK です。何が来る？頼むよ、いいやつ来てくれよ。なんだ、まあ最初はね、最初はまあまあこんなもんですよ。次全部取ったからね。なんだ、達人の刀だ。次はここ草木の生い茂る寺院です。魂5倍で敵がチキンジョッキーになって、トゲを持ってると。まあ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 余裕でしょう。ここも全然余裕のはず。で、ここはキャプテンが比較的安い場所なんで、それも安心でしょ。とりあえずここに行きたい。あ、いないか、いないタイプだ。まあ後々いるんじゃないですか。よし、ボス来ましたね。普通に倒したいけど、あーまあ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 そうだよね、装備するよね。うん、普通に4人で倒すと面白いかなと思うんだけども、まあまあまあワンパンですね。最初のバリアがなくなってしまえば終わりですね。よし、じゃああと1周ぐらいは行きたいね。うん、シタデルあったからそこ行ってみましょうか。できればそこは普通にワンパンなしで、まあまあワンパンはできないんだけどね、大ダメージなしで倒したいけども、意思疎通ができないっていうのがちょっと難点なんだよな。はい、まあとりあえずここはクリアですね。さあ、それでは何でしょうか。まあ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 、ここはね。次なんだ、スパイダー257。いいね、255より上が HP グッと上がるからね。よし、いいの出た。では最後いこう。それではラスト、シタデルのボスですね。ちょっと装備が変えれなかったので、ここで変えようか。バリアをつけてないとちょっときついんで、バリアをつけたい。よっしゃ、あ、これ以外にもつけてる人がいる。ナイス。やっぱこれないとね、ちょっときついもんね。これがないと。オッケーオッケーオッケー。よし、揃えてる。いいかな。他の変えたいんだけどね、他のにも変えたいんだけど、その暇はないか。いい、ちょっとみんなを信じてやってみ、どこ行った。おお、なんか、あ、中に入ったのか。どこに行ったかと思った。あ、OK、今のうち変えよう。今のうちに装備を変えちゃいましょう。あとは、まあ、この辺りでいいか。行くぞ。あー、スポンジで攻撃してる。もう意思疎通したいね。危ない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 、爆発する。危ねえ。大丈夫か。エンダーマイトかなんかに、あ、いた。おーおーおーおお、雑魚が湧いてきてる。
めちゃくちゃ雑魚が入ってる。これはピンチ。いや、あー乗り越えるかと思ったけど、まだあと2回ある。全然大丈夫。よっしゃ、行くぞ。おお、敵の HP が回復してるね。よし、で、もう少しで戻るでしょ。危ねえ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 。行ってやらせます。戻った。どこいるどこいる。そこ、えらいな場所におるな。ちょっと待って、そこはちょっとやりにくい。そこはやりにくいよ。周りにダメージ床があったからちょっとそこ生き返らせられない。よし、もう少し。あー、スポンジかまあ仕方ない、倒しました。それでは見てみましょう。なんだ強化メール、なんかノーマル品多くない？ノーマルの確率多いよまあ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 ね、まあね、見てみましょうか。今日出たやつ、まずは達人の刀。まあ260でそこそこダメージはあるね。まあ使えなくもなさそうだけど、まあやめときましょう。じゃあ次、スパイダー。クールダウンがついてない、使いませんね。誕生終焉、どうぞ。雷、輝き、おい、なんか微妙な気もするんだよね。はい、まあ今日の結果はこんな感じでございました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。